どうもエルザです。それではウォッチドッグスレギオンやっていきたいと思います。さあ本日発売ですね、ということで新作やっていきたいと思います。さあこちらのゲーム、まあ一応1、2と PS4 とかで出てて、そうですね、ハッキングをするゲームというか、という風になってます。結構グロテスクな表現とかあるんでね、そのあたりは気をつけていかないといけないんだけど、まあね、なかなかよ。で、今回はロンドンを舞台にやるらしいです。で、結構難易度的にも難しいような感じなんで、まあ、シングルプレイの難易度はノーマル で、今回は死んだら最後モードということで、キャラクターがやられたら失うと、ロストするというような感じのモードでやっていこうかなと思います。ということで、ゲームを開始。ロンドンよ、何という街なんでしょう。あらゆる場所に歴史と写真を撮る観光客がいる。ビールと笑顔を提供するパブ、音楽、劇場、そして芸術、それに多文化主義、世界最古の地下鉄チューブ、都市の中の都市ですね。まさに一級品。築き上げるのに12000年、壊滅させるには一夜で済みます。で、状況は？警備は停止したよ。けどお空は賑やかだね。くそ。ダルトン、時間がない。わかってる。入った。何か情報は？バグリー、急かされては混乱します。こういう脅威は当局に任せてもいいのでは？甘いね、バグリー。こっちは助けに来たっていうのに逮捕されるのがオチだよ。俺たちでやるしかない。気をつけて、ダルト。ザービーネにしちゃ不安そうだな、バグリー。コンピューターに感情のことを尋ねるとは天才です。ええ。二人とも黙って集中しな。さてと。さあやっていきますか。主人公なのかな。一応主人公という主人公はいないらしいんで、やっていこうかな。しゃがみはこれで OK。 おおおお。相手の情報は厳重に暗号化されています。詳細は一切不明です。ゴーストってわけか。さあ警戒していない。いや絶対バレたよね今のね。おおすごい、陽動できるんだ。思い知ったか。で情報は取れないんだね。まあ、チュートリアルちゃちゃってやっていきますか。さあ開ける。そうだね、あと海外ゲームなんで罰ボタンが。くれぐれも慎重にな、ダルトン。向こうが撃ってこなけりゃこっちも撃たない。それでどうだ。まあ、罰は決定ボタンなんでね、慣れるまでちょっと大変そうだね。大罰で超えれる。こっちか。足音重い。マジか。足音判定とかあんのか。いやー、動きがね、
ちょっとディビジョンっぽいね、この感じはね。ロックされたドアで L1 名越しすると閉会路のリンクが表示されるドアが施錠できると。危ない危ない、それはちょっと。はあ、トラップハック。爆破注意服トラップ設置、やべえな。へえ、こりゃすごい。あとはこの辺りに、あートラップ、そういうことか。そしたら念のためトラップ置いてた方が良さげか。設置するだけで OK と。あったあった。何かいるの？抵抗しないで。はい。危ない危ない。ああ、戦闘もなんかいいね。特には大丈夫そう。インタラクト、ああこうね、はいはい。デッドセックの装備が大量にある。どういうことがわかるか。は？なんで？そんなのどうやって？さあな、デッドセックの仕業にしようとしてるやつがいるんだ。くそ。ダルトン、くれぐれも慎重に行動して。黒ずくめの連中は何者なんだ？特定できません。それも計画のうちなのでしょう。計画のうちね。サーチは特にって感じだね。陽動。ああくそ。そこら中に爆薬が仕込まれてる。嘘だろ。バグリー。あれって RDX ナイトロジェンです。議事堂を吹き飛ばすには十分な量です。起爆装置の位置は分かるか？正確には分かりませんが、上階のデバイスから膨大な暗号データが流出しています。それで十分だ。すぐに向かう。バグリー、あれって起爆装置じゃないのか？違います。上階のデバイスに信号を送るトランスミッターです。起爆装置はあちらでしょう。ハイジャック、ハイジャック可能？ほう。さあトラップは設置しておいて、あー電源ね。さあどうなる？バレないんだ。で、あとはやばいやばい、危なっ。はい、フィニッシュ。こっちも。くそ、この爆弾がデッドセックのプロパガンダに見えるよう演出してる。
議事堂を吹っ飛ばして俺たちの仕業にするつもりだ。先に起爆装置を見つけるしかない。これはちょっとヤバそうだね。ダッシュボタンは特にない感じか。はあ、音が聞こえたっていうことね。庶民議員の中だ。どこの連中か知らないが、政府のど真ん中に仕掛けるとはな。さあ、起爆装置は トラップは設置しておく。ちょっと時間制限あるんだね。さあ、仕掛けるだけ仕掛けた。さあ、どこにあるかっていうところだよね。あ、これでいいのか。んじゃ、起爆装置だ。作動してるな。バグリー、手を貸してくれ。そうしたいのですが、遮断されています。くっそ、バグリーなしじゃどうしようもない。いや、なんとかなるだろう。 MI5 時代にはよくやったもんだ。あんたってすごすぎ。とにかく急いで。よし、バグリー、頼む。入りました。おお、同時に爆弾が作動可能に。これは大変ですね。くそ、止められるのか。もちろんです。ですが、まだ防衛システムがあるかもしれません。油断せずに。うまくいくよう祈ってるからね、ダルトン。裏口に敵だ。くっそ、ダルトン、本部が攻撃を受けてる。バグリー、どれぐらいかかる。質問で邪魔されればされるほど。それじゃ、みんなマスクと銃の用意を。いよいよだ。くっそ、見つかった。足止めする。よく調べろ。さあ、戦闘パート。何もなかった。移動する。バグリー、状況は。この不正開封防止セキュリティの精度は実に腹立たしいですね。と同時に見事です。まだ機能していますよ。バグリー、頼むからもう少しで終わるって言ってくれ。セキュリティは突破しました。あとは膨大なデコイコードを何とかして起爆装置のシークエンスを探し出すだけです。さて、意外と、はい、ヘッドショットが狙えないね。むずいな、意外と。まあでもそんなに。
よし、顔出せ、顔。問題発生です。はい、ダルトン、至急手を貸してください。何何？どうした？左に3つのスロットがあり、1つが受信機です。制御線を抜いてください。おい、冗談だろ。いいえ、いいから抜いてください。本当にいいんだな。爆弾解除です。なかなか楽しめたのではないですか？クソったれ、心臓が止まるかと思ったぞ。おいおい、一体なんだこれは。ターゲットは議事堂だけではないようです。他の爆弾が起動しています。見せてバグリー。クソ、こいつはまずいぞ。早く皆を避難させないと。ロンドン中に散らばってる。時間がない。妹がトワン会議にいる。なんとかしないと。屋根の上に他の爆弾に信号を送っている発信機があります。そこにたどり着けば全部止められる。ザビーヌ！畜生！侵入された！屋根に上がれ！さあ、ちょっとやばそう。お、ダッシュできるようになったね。ちょっとね、設定いじってきます。よし、これで OK。お、武器変えれるね。あ、弾もちゃんと拾えるのか。よし、じゃあちょっとサブマシンガンでいこうか。ザビーネ、どうなってるんだ。攻撃を受けてる。もうむちゃくちゃだ。バグリーごと全部消去するしかない。トランスミッターにはバグリーが必要だ。分かってる。でもバグリーがやられたらおしまいだろう。名前も作戦も位置も全部筒抜けだ。よし、なら昔ながらのやり方でやろう。バグリーを消すんだ。はい、消去してください。ザビーネ、やれ。さっさとそこから離れるんだ。くそ。よし、バグリーはダウンした。あとはあんたにかかってる。ダルトン、もし心配するな。合流地点で会おう。約束だ。幸運を。さあ、一応ゲットできたね。はい、なるほどね。当たるっちゃ意外と当たるね。トラップを。出せ出せ、頭を。よし、リロードが三角ね。よし、いやー、これボタン慣れしないとね。やった。
くやった、ガルトンウルフ。感心したよ。何者だ。未だにロンドンの救世主気取りか。お前がここに来たのは我々の重要任務を果たすためだ。重要任務？何千人も殺すのか。その通りだ。世界を救う。どうせロンドン市民はよく死んでるな。ペスト、大火に大空襲、面白くはない。だが破壊は常に癒しなのだ。それが今日始まるゼロデイだ。爆発が起こりました。被害が拡大する恐れもあるため、警察は家から出ないよう要請しています。当局からの公式な発表はまだですが、安全という失われた多くの命、そして壊滅した都市の様子を嘆く人々がろうそくを手に大勢集まりました。当局は犯人に官邸において記者会見を開き、その際に民間軍事企業アルビオンの CEO であるナイジェル・キャス氏にロンドンの治安確保を委任。市はロンドン爆破の実行犯であるテロリスト組織デッドセックの最新鋭の AI システムと自律式ドローンでデッドセックの残党を拘束し、見事に実力を示しました。法と秩序がロンドン市民の最優先事項である現在、当然の利益を発表しています。元来保安上の目的で開発され認可された技術を駆使し、生産と流通面で効率性が向上したのがその要因です。掃討作戦が展開され、犯罪件数が激減しています。違法ギャンブル、ドラッグ売買、違法風俗の全てが減少し、古代犯罪組織中の4組織のリーダーが訴追されています。官弁やリクストンの通りも安全にあるようです。アルビオンの経験が政府によって無期限に延長されたおかげで、生活がようやく正常化しつつあります。自動検問所が設置されたことにより、外出禁止で広場での暴動は大いに誇張されています。主に国外のユーザーが SNS を通じてこれらを広めているようです。アルビオンは暴動や反乱をフェイクニュースへの注意喚起を行っていることもあり、爆破事件を起こしたのはデッドセックではなく、彼らは罪を着せられたのだという陰謀論は大衆の支持を得られていないようです。我々のリポーターもこういった見解をカメラの前で披露してくれるロンドン市民を見つけることはできませんでした。一応の命じゃないのは明白です。まずはチームからだ。一人じゃデッドセックは立て直せない。ロンドンの CTOS に入って候補者を洗ってみるか。さあ、主人公やられたね。でザビーニは生きてる感じだね。今週のバッカニアはテロ容疑のかかっているアクティビスト集団デッドセックの話題で、それではまた来週。また来週長いわはい、ということで、まあなんかちょっと主人公やられてしまったんだけど、また潜入してるところかな。で今回目玉のドローンというか、この雲型だね。これちょっと次回使っていく感じかな。ということで、今回ここまでとなります。次回はこの雲を使って侵入をしていきたいと思いますので、楽しみにしておいてください。ということで、ここまでご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。
それではまた次回お会いしましょう。ほんちゃー、またね。